こんにちは、ベスタの北川です。で今日はこちらフランネルのお話をします。この前にもね、素敵なフランネルのおすすめセットをご用意してみました。で、フランネル、まずちょっと言葉の説明なんですけど、起毛したね、スーツのこと、皆さんスーツ好きの紳士はご存知と思いますが、日本語ではフラノスーツなんて言ったりもします。ちなみにイタリア語ではフラネッラ、フラネッラというような、フラネッラのアビト、アビトフラネッラという言い方をします。で、フランネルのどのようにできてるかというところなんですけど、ちょっとテクニカルなご説明にはなるんですが、毛毛という糸自体がちょっとモコモコした糸を使うので、仕上がりが、ちょっと寄ってみてもらっていいですか、仕上がりがこうふんわりした、あの起毛感があるのがこのフランネルの特徴ですね。で、これをイタリ英語ではウールンファブリックと言って、イタリア語だとカルダーティという言い方をします。で、逆にソモ、よく私たちが普通にスーツ生地で見るようなつるっとした表面のものはソモになるんですけど、これは英語でウォーステッドファブリックで、テスウトペッティナーティ、イタリア語ではペッティナーティっていうのは、ちなみに櫛で溶かされたようなというような意味なので、すっごい滑らかにスムーズに溶かされたようなもので、それなので、まあ表面が滑らかでスムーズでツルツルなのがいわゆるソモウケ。今日ご案内するフランネルは毛毛なので、空気を含んで暖かい、そして柔らかい、ちょっとこう弾力感があるような柔らかさ、そしてモコモコした表面が特徴です。で、このカルダーティっていうのが、この実は私はイタリア語の方がすごく分かりやすいなと思うんですけど、カルダーティっていうのは爪で引っかくといったような意味合いがあります。で、今日ここにご用意しているのが、これ今でもゼニア社で使ってるハサミ、私何度もゼニア のミルに、福祉作ってる工場にお邪魔してますので、その時にいただいた本物で使ってるハサミなんですけど、このギザギザの表面でかき出すようにして表面の起毛感を作ってるっていうのがゼニアの特徴です。見てください、これ実際のゼニアさんのね、製品 の特別なお店に置いてある本なんですけども、このね、アザミ、こういう風に実際食器の中にセットされてかき出してる感じがね、わかると思いますが、なので自然な起毛感、そしてこうやっぱり、ね、繊細な上品な素材なので、こういう普通はちなみに金属の櫛ですなんですけど、こういう天然のね、アザミを使ってかき出すことで、より風合いが繊細で上品な感じになるのがゼニアの、フランネルの特徴です。はい、では早速ですね、今日5個を、おすすめのコーデをベスタの、松田さんと一緒にご用意したんですけれども、この、中でも、2つね、ゼニアが入ってます、今の入ってますけれども、まずじゃあね、こっち側のご説明からいきましょうかね。じゃあチョップバッターは一番ね、ネイビーの一番こうなんていうんですか、皆さんが普段のっていうと思い浮かべるチョークストライプネイビーの、生地です。で、こちらに合わせてみたのがこのヘリンボーンの、ライトブルーのシャツですね。で、見えますか。で、こちらがレジ面のキリッとした、もうこれ全体的にキリッとした感じの合わせ方だと思います。で、ブルーと合わせたこういったカフスボタンもコーデしてみました。ちょっとせっかくなので今日のポイントであるですね、この生地のね、表面もよく見ていただこうかなと思うんですが、見てください、このね、やっぱりこう表面のちょっと毛羽立ってる感じがよくわかるかと思うんですけれども、この冬いかにも冬らしい暖かさがこのフランネルの特徴で、これね、2センチぐらいの幅 のチョークストライプなん でチョークの部分もすごく太いので、実際すごくパンチの効いたかっこいいね、こんな感じでベスタは反物でね、当てていただけるので、こう見ていただけたらと思うんですが、すごくかっこいいチョークストライプのスーツが仕上がると思います。では次に行ってみましょうかね。次、じゃあこちらの こちら行ってみましょうか。こちらが、はい、パープルのこの間にちょっとパープルがかったブルーが入ってるので、パープルを拾ったコーデになっております。ご覧の通り、このカフスとネクタイもね、パープルをご用意してみました。このコーデのポイントって 何か教えてもらえますか。やっぱりパープルを拾って、はい、ちょっと上品にしてみました。
エレガントで上品なね、やっぱライトグレーのフラノってすごく上品な紳士が着るっていう私は印象があって、そこにこのパープルのコーデするとよりこうあの気品がね際立つ感じでいいですね。ありがとうございますで、ですね、じゃあこちらでこの生地をね、これはねカノニコの生地になります。あ、すいません、さっきお見せしてた紺のやつはごめん、ちょっとごめん、戻っていい。こちらはねカルロバルベラのね、あの知る人ぞ知る名門ミルのカルロバルベラの生地です。でごめんなさい、戻ります。こっちのカノニコですけれども、これはカノニコはね実はフランネルですごく定評があって、この間も私あのイタリアの別のミルの社長さんに言われたの、カノニコのフランネルいいよねって。そうなんですよ、ご覧の通りすごく高級感あるんですよ、お値段の割にね。なのですごくおすすめです。でご覧の通りこの生地に関してはチョークストライプの周りにピンヘッドのような縁取りがあるの、白で。なのでストライプが少しこう浮き出るような感じでかっこいいフラノスーツが仕上がると思います。はい、じゃあ次なんですけれども、こちらですね、これはまたこの白のタイを持ってきたのが松田さんのセンスだよねこれちなみにコーデのポイント教えてもらえますか。なんかちょっとクリームっぽい白だったので、うん、ちょっとマイルドみをちょっとまとめてみました、うん、確かに全体的にすごく優しい印象で、このネクタイちなみに私だったら夏でおすすめしちゃいそうなんですが、確かにこのクリームをねこのフラノの冬っぽい感じと合わせてくるっていうのはすごく新鮮でとても素敵なコーデだと思います。でこれねこんな感じでちょっとパステル調のねタイあの、カフスボタンと一緒に合わせてみております。このまあ、生地こちらのフランネルに関してこれもカノニコです。これはもうね間違いない、本当にフランネル一着欲しいなと思う方はやっぱグレーから入ってほしいと思うぐらいで、これでしたらインナーにね例えばブラックのタートルネック着たりとか、そういうあのジャケパン的な使い方もすごく便利な、フランノの初心者には一番いいかなっていう感じの一着だと思います。では次に行きます、はい、次のコーデがこちらになりまして、こちらは今度はね両方ともゼニアのコーデです。ちょっと失礼してごめんなさい。じゃあどうしようかな、どっちから行くの。じゃあこっち茶色から行きましょうか、はい、はい。こちらこれまたねいい、これコーデのポイント教えていただけますか。これちょっとなんかさっきのとあれなんですけど、うん、これもあのちょっとなんかの甘さ、うん、そう甘っぽい感じにして、うん、ちょっとココアっぽいイメージ、うんうん、そう冬のあったかいスイーツっていう感じのイメージでね作ってくれたんですけど、確かにこれ見ていただくとタイウールタイでアイボリーっぽいベースにグレーの何でしたっけ、ちょっとクロス模様がね入ったすごく可愛いニットタイです。でこれに茶ベージュと合わせてきて、すごく確かにココア冬のスイーツって感じですよね。で、合わせてくれたカフスもこれアーガイルね、ちなみに今日ネイルもアーガイルだったよ、ネイル映んないですけど ね、 そうですね、はい、今の松田さんの可愛いネイルアーガイル、あこれインスタでね塗ってるとこ見ていただいてそっちに行ってご覧になってください、はい、でこの生地の特徴なんですけれども、こちらはねゼニアの中でもヘリテージというフランネルです。でヘリテージはあの60年代のアーカイブからゼニアが起こしているシリーズになりまして、いわゆるブリティッシュ調の縦横2プライの、フランネルで、デザイン的にもちょっとノスタルジックな60年代調のデザインが特徴です。でこれに関してはブラウンにオレンジとオフ白オフホワイトのオルタネートストライプになってますね。これすごいダンディーな仕上がりだと思います。はい、では最後ですね、こちらもまたいいですね、もうなんていうのパンチ効いてるこれこのコーデのポイントお願いします。ちょっとダーク系にまとめて、はい、ちょっとかっこよくしてみました、うん、ね、このチャコールのこれ実はウィンドウペンなんですけど、このフランネルにこのね、あこれ見えます、ここねネイビーブルーがね枠に白だけじゃなくてブルーの縁取りも入ってるんですよね。このブルーを拾ったシャツ、うん、そしてブルーが入ったブラウン系のペイズリー、そしてブルーが入ったベネチアングラスのカフスボタン、いやこれは本当濃い、ぐっと詰まったコーデですよね、うん、はい、でじゃあちょっと最後生地のね説明もさせていただきますと、これは
レミア社のフランネルの中でもループというシリーズになります。でループというのはゼニアのファブリックって、さっきもちょっと写真で見ていただきましたけど、世界でも最高品質のウールを使うんですが、そのいろんなクオリティ、例えば 15mm とか 13mm とかすごく高いクオリティのものの余剰分を全部ミックスしているので、なんならね、風合いが本当にカシミヤぐらいいいんですが、お値段的にもサステイナブルという割と抑えめのお値段で、これだけの上質を着ていただけるのがループのフランネルシリーズになっております。あとね、やっぱり見どころとしてはこの、 柄の上品さですよね。ただウィンドウペンじゃなくって影でね、こうやってブルーを使うことでやっぱり立体感も出るし、普通のただものじゃないな、ただのウィンドウペンだとなんかちょっと 若々しい印象になるんですけど、これはもう本当に上品で品格あるエレガントなウィンドウペンのスーツができるかなと思います。はい、はい、ということで今日はですね、こちらフランネルのご説明をしました。最後までご覧いただいてありがとうございます。こちらのコーデベスタの店頭にありますので、ぜひご覧になってみてください。ベスタの特徴はね、こうして実際に体に当てて大きい面積でお顔映えなんかを自分の俺に似合うかなって見ていただけるのがポイントなので、ぜひ現物をね、こうやって反物をお手に取ってご検討ください。もしこの動画気に入っていただけましたら、いいねを押していただいたり、ベスタの YouTube チャンネルのご登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。ではまた。